カメラ回ってますでしょうか。おはようございます。久しぶりのね、こちらから小さな生活協同組合からトークショーでございますが、よければご覧ください。あ、家のコーラね、もう残り2本ありましたね。ちょうど今日税込みで170円でなんですけど、まあね、やはりね、あの神戸でね、他のところはいいですが、電車の車内とかはね、やはり近隣のスーパーとはね、やはりご覧の通りね、こちらの、まあ、あの帰るときはね、剥がしますけどもね、勝手に映っております。私は責任あります。あ、この通り少しね、読みにくいと思います。もう嫌なんでね、パニック症が起きてね、あの半寝たきり状態でね、体調悪くなったと思えばね、パニック症が、まあそれはね、私ね、あの勝手なんですけどね、どちらにしましても、なんか電池の消耗はね、今非常に早いんでね、とりあえず素早くね、いたしましょう。家の方帰ります。本日ね、あの食パンです。あのホテルでね、盗んだバターといけますよね、そんなこと言ったら、ね、あの持って帰りました。余ってるバターとジャムと、ね、ありますんでね、これ、まあ、足りなくなればね、お砂糖、ローサンもね、これ買いました。私ね、神戸で無駄金なんか使いたくありませんから、私はね、衰退を行うが関係ありません。何の関係もありません。6本、ね、持って帰りますけどね、とりあえずこれパックの方にね、収納いたしまして、何かしてこのバッグね、エビフライバッグね、役に立ちます。1本は合計6本仕入れました。まだね、あの31のアイスクリームありますが、まだ食ってないんですよ。冷蔵庫にありました。小豆のアイスもまだ食っております。電車の音とかね、車の音、要警戒なんでね、何事起きるか分かりません。気をつけます。ここで油断しますと大変です。2本が1本が限界ですね。本日もね、レジのところ、私何もね、レジに行ってはいけない、そんな権利ありませんかね。ちょっと勘違いもいますからね、困っちゃいますね。近寄るのとね、私レジに行くって、そんなこと、言う権利はありませんよ。バカです。
まあね、バカの後部じゃね、周囲人にね、たるみで相手してもね、あの余計に頭痛くなりますけどね。とっとと、ね、明るくつつ。あ、見えますでしょうか、私なんか。持って帰れる。少し。4本と便所のペーパー便所のペーパーとね、食パンと、まあ、急ぎのものもペーパー大丈夫です、少し今日温かいんで。まあ予定よりもね、計算しておりまして、予定よりも少し安く。ね、あの被害に遭うと大変なんでね、お引き上げてお引き取りだって、自らね、持ってって、それは自由な。まだね、帰りましてね、アイスクリーム、まあ、早く食べないと一日も早く食べた方がいいんですけど、ね、手作りな。あの、この紙見ました、普通ね、わかります、普通はわかります、わからないな、バカです。引き上げます、カゴとね、これを戻して持って帰れるでしょ、持って帰れなかったらね。あの一つね、ちょっと非常識声がありましてね、マンションでね、夜中の12時にテニスコートで、あのテニスコートです、テニスコートのね、テニススクールです。夜中にね、ティッシュペーパーね、変な男がね、倒壊いたしました。私ね、納屋のテニススクールに文句言いました。夜中に何考えてるの。私見つけたんですけど、なんか箱持ってうろうろしていましたね。あいつは暴力振られたら大変なんでね、相手笑っておれば、笑っていいんですよ、そんなことね。あの後部人はすぐ暴力振るうからということを私は申しました。実際そうですからね。今黒いね、この車通過してる。実際後部人にね、暴力振るいますから、もう恐ろしいんですよ。刺し殺されたら大変なんでね、もうあの引き上げます、日のね、明るい時間帯にね。仕上げてね、あの神戸で無駄金使うよりもね、あのもう今日で2月終わりです。3月3日ひな祭り、今度は花金です、ね、あのお食事行ければね、いいんですけどね、花金にね、それがね、あのいいことです。それもね、近鉄電車でね。私はね、あの神戸人とね、まもなくイカナゴね、もうあれ見たくないんでね、気持ち悪いんでね、もうイカナゴ、神戸人とね、イカナゴね、見ましたら私逃げます、怖いんでね。ではね、
最後に一言ね、毎度の一言ね、兵庫県に近寄るな、神戸人近寄るな、垂水人近寄るな、周谷人近寄るな、ただし神戸人ではなく神戸の方はね、お一人会話する方いるんですよ。それは申し上げられません。私の自由です。だからね、 99.99% の人間近寄るな。止めてますね。16時33分です。まあ、今のキャンペーンね、予算上限で、まあ、前後しましたけど、話はね、予算上限、それはそれで、ね、いいんでね、私がどうこう決めることじゃありませんけどね。休憩もしましたしね、落ち着いて帰りますね。では出発進行。変わったんですね。